ラッサ熱は、ラッサウイルスによるウイルス性感染症。ウイルス性出血熱の一つ。マストミスと呼ばれる、月種類が自然宿主である。サハライ南西アフリカの国である、ナイジェリア、リベリア、セネガル、ギニア、シエラレオネ等で、毎年流行し、特に浮きよりも寒気に流行することが多い。毎年20万人以上が感染。 感染者のおよそ80%が軽症であるが、約20%が重症となり、致死率は感染者の1から2%程度。この地域での年間死者数は約5000人。妊婦は重症化しやすく、体内死亡、流走残を起こしやすい。1969年、ナイジェリアのラッサ村にて最初の患者が発生。1970年代にウイルスが分離され、 存命にちなんで、ラッサウイルスと命名された。日本では1987年に、シエラレオネからの帰国者が発症している。アレナウイルス科に属し一本腐り RNA を持つ。マストミスという血脂類の動物が自然宿主。感染しているマストミスは症状を示さず、排泄物、唾液中に修正ウイルスを排出する。基本的に、 空気感染せず接触感染であるが、人は咳などの飛沫感染により電波し二次感染も起こるが、手肌の接触程度では感染しない。マストミスは西アフリカに生息するため、ラッサ熱も西アフリカで発生する。潜伏期間は6から17日で、致死率は感染者の1から2%である。日本では1987年の輸入例を除き、発生はない。また、 非感染地域での二次感染は報告されていない。ラッサウイルスは4つのサブグループから形成される。ナイジェリアに3つのサブグループがあり、ギニア、リベリア、シエラレオネに残りの3つのサブグループが存在する。ラッサウイルスはアフリカ大陸に後半に分布する、マストミスを宿主とする。ナイジェリアではフード病扱いとなっている。ウイルス性出血熱のくくりでは、 エボラ出血熱やマールブルグ病と比べ致死率は低い。ものの流行の規模が大きいため、2018年に150人、2020年1月だけに、限れば41人以上の死者を出している。特異的な症状は示さない。数日から16日の潜伏期を経て徐々に進行し、主な症状は、発熱、頭痛、倦怠感、関節痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、 吐血、下血、粘膜出血などインフルエンザ様症状の出現。脳炎症状を併発する場合もある。重症例では、顔面、頸部の不臭、粘膜出血、中心性チアノーゼからショックに至り、時に再燃が見られ、また回復後に知覚神経麻痺、歩行失調や、後遺症として、聴覚障害が25%ほどに見られる。BSL-4 レベルの施設で、 培養細胞を用いて、陰糖拭いもの、血液、尿などからウイルスを分離。血液などの検体から、PCR、エライザ、免疫抗体法などで遺伝子や抗体を検出する。鑑別診断は、他のウイルス性出血熱、発熱性感染症の原因病原体の不検出。臨床検査所見として、タンパク尿、ゴット、GPT の上昇が見られる。 リバビリンの有効性が示唆されているが、使用群と非使用群に有意差なしという報告もある。患者の退院は、血液、尿からウイルスの非分離が条件となる。感染症法における一類感染症で、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る。検疫法における検疫感染症である。AB、日本小児科学会予防接種、感染対策委員会、学校、 幼稚園、保育所において予防すべき、感染症の解説。厚生労働省。2020年1月22日閲覧。AB 感染症の話。ラッサ熱 ABCD ウイルス性出血熱。森川茂東京都保健医療公社、エバラ病院遠隔、ナイジェリアで、ラッサ熱流行。今月だけで41人死亡。AFP。 2020年1月29日閲覧。ありがとうございます。